景気が悪くなってるというのは自民党議員分かってるわけですね。それでもなぜ今回ですね、強硬かと、これは参議院で首相補佐官をやっていた自民党の幹部が私に言いましたけれど、安倍さんも一回は延期を考えたと。しかし今回は経団連から、厳しいプレッシャーがかかったということをあからさまにね、言っておりました。消費税は社会保障のためだとか、財政再建のためなんてこと言ってなかったんです、当時。三十何年前。ね、何言ったかというと、直間比率の是正でありまして、法人税とか、法人税減税する、所得税で言えば最高税率下げる、その代わりに消費税を導入して広く取りなさいと。こういうことを経団連がですね、一番最初は1986年の9月の経団連の税制改革意見書でございますけど、そこから出てきて、それで消費税導入となったわけでありまして、社会保障とか財政再建というのは後からですね、国民の皆さんに、ごまかすために言ってるだけのことでありまして、要するに、この31年間で消費税の税収が法人税、所得税に消えたというのは偶然ではないわけです。そもそもそれを目指してやってきたと。